クソを乾燥させて鼻から吸引してより研ぎ澄まされたバカクセバカクセ決まり決め込みでございやんすでーすはい、それはそうでして、どうもハリトタコショーです。文句だおらでございますけどもね、はい、なんだかんだね1月はちょっと毎年1月ちょっと暇なんですよね。うん、暇でこのやこらとか言うとるんですけど、まあね、まあ暇って言ってるけど、まあぼちぼちね、そんなに暇じゃなくなってくるからね、まあその今日もロケ行ってきたんやけども、今日のロケはもう過酷すぎてほんと疲れた。うん、先週もね過酷なロケだったんですけど、今週も過酷だったね。もうなんか詳しくは言えないんですけど、雪山行ってきたんですよ、雪山で。先週も雪山で、雪山ロケがなかなかしんどかったですわ。何かは見てのお楽しみですけどね、まだ言えないですけど、しんでかったですわ。大体でも入りがさ、入りが前4時半とかだよ、朝の。でその前の日にさ、大阪で仕事があったですよ。でも入りがもう4時半っつったらもうね、あれじゃん、ね、寝たらもう、やもう起きられへんやん。だから前の日の その大阪の収録の時にこう帰り道で、帰りの新幹線で寝て2時間半寝て、それっきりですわ。それっきりずっと起きてて行って、でその雪山に行くまでに大体3時間か4時間ぐらいかかるから、まあそこで寝たんですけど、うまく寝れなかったな。場が激寒だったからなんか知らんけど、普通ロケバスって場が暑いじゃんね、なんかあっちねっていうのとか、バカ寒いねっていう、でバカ寒いねに当たっちゃったね。足がもう冷たーて寝られへんかったな。あほんだらですよ、もうほんと。でまあそんなんもあり、1月はこう最初の方はね休み取ったんですけど、でそっからね、まあそのなんだろう、まあ、12月がすげえ忙しかったってのもあるけど、 1月最初の方はそんなに忙しくないですよ、いつも。でもなぜか、俺もね、なぜかなと思って考えたら、1月ね毎年そんなに忙しくなくて、なんでかなって考えたら、あれだね、もう M1 のさ、余波っていうかさ、 M1 のこうファイナリストがさ、なんだかんだっつって元気があるから、なかなかこっち M1 まみれになってるよね。世間がそういう兼ね合いもあるんだろうなとかって思って、まあ忙しかったからね、まあ骨休みができてよかったですけどもね。ほいでさ、なんだこの間ね、俺の YouTube のディレクターと松本リンスがさまたまそのなんか営業で一緒やったから、でディレクターと飲む約束してたんですよ。で松本リンスが営業でね、俺の前座みたいな感じで入ってたから、いや今これディレクターが飲むからさ、お前も来るかっつって呼んだんですよ。そしたら行く行くっつって、行きますわ行きますわっつって、で
で、タダでガブガブ飲めるからっつって、タダでガブガブ。来たんですよ。そしたらもうなんかね、こうもなんかこう、スタッフに対して、こう、横柄な態度を、こう、酒飲んでるから、松本リンスは、こう、横柄な態度を取るのもちょっと、ね、横柄な態度取るんですよ。上からガンガン行って。それはディレクターの方が芸歴はこう少ないんですけど、いやそれはね、俺はこうなんかスタッフと芸人ってやっぱこうちょっと芸歴とかじゃないと思うんですよ。スタッフってテレビのこうテレビとかこう映像をね作る人っていうのはこうなんか芸人の芸歴とはちょっと違うんですよね。うん、だから別に1年目で俺をこう使ってくれる人に対してこう上からはいけないんですよ俺は。うん、使っていただいてるから、で使っていただいてるからそれはありがとうございますみたいな感じになるやん。でもリンスはもう芸歴がね俺の方が上とかって思うともうスタッフに対しても「おお、お前ええやんええやん、うん、まだまだこれからやんお前」とかって「よう、お前」とかって言うなとかって痛いんですよね。もうその酒飲む酒を食らうとねもう気持ちが大きくなってもうダメなんですよあいつ。でもコンコンと言ってあった、うん、お前痛いなっつって、でスタッフに対してそんな上から行くやつどこにおんねん、売れてねえやつがよっつって腹立ったな本当にマジでなあ。そうじゃない？だってほいであれじゃん、でまたねえ錦鯉がさ売れたからね、で大体同期じゃんね、大体よ、だ1個上なのかなリンスの方がよく分からんけど大体同期ぐらいなんですよあのキャリアが。むしろなんかあのまあ相方の、うん、ダーリンズ小田の方はなんかちょっとそれは焦りますよね、うん、だって渡辺隆のさ元相方だからさ。で松本リンスだっていうと全く別にまあそれ焦ってるんだろうけど全くなんかそれ火がつくかって言ったらそうでもなくて怠けたい怠けたいの一心なんですよね、まあ、そんなんで売れるわけねえじゃんっつってね。もうでこれで毎日飲まないと気が済まないんですよねあいつ。で毎で酒飲んだらだって眠くなるしね、なんかいろいろ何もできなくなるじゃないですか酒飲んだら。うん、で別になそれからこうお酒飲んでね別に毎回毎日なんか一個なんか面白いことを考えるとかってで考えられてるんだったら別に何も言いませんけどね、低たらく中の低たらくじゃないですかな。ムカついてくるよねああいうやつがこうなんか偉そうに説教するスタッフとかに説教してんのほんまだよ。で桐野とかもさあのなんていうん、そう錦鯉がね優勝したことによってこう置いてかれてるっていうことをこう現実にぶち当たったんですよね。もう俺は私は日々こうツケが回ってきたみたいなことをね自分で言うとるわけですよ、うん、なんでお前バイキングが優勝して俺が優勝して毎回同じこと言ってんのに、でリンね西尾は優勝してからこれでまたそんなこと言って、そういうやつはもう結局ね自分が置かれてる立場っていうのは分かんないですよね。やっぱこう体験しないと分かんないというかね、うん、あもう売れませんね、あ手遅れかもしれないねっていうような環境にならないと自分でこう分かんないんですよ多分ね、うん、そうで小峠も言ってたんですよ、なんか例えばリンスやもそうやし桐野もそうやし桜井もそうなんだけど、ソニーホープ大賞ってネタ見たんだよね、 みんな小峠見てて俺も見てて、で桜井がなんかちょっと普通のネタよりこうアレンジ聞いたことやってたんですよね。
なんか普通のやつを見たいのに、普通のやつをこう自分でもう飽きちゃったかもしれないけど、ちょっとライブバージョンみたいなことやってたんですよ。そしたら小峠がね、いや普通のやつをこうお前なんでやらへんのって言って、でそしたら桜井がね、いやでもとかつって、でもう先輩がこう言ったことに対して一言目で、いや違うんですよみたいな感じで言うやつってプライド高いんですよつって言ってましたねそう、全部その3人共通するもん。リンスもそうだし、キリノもそうだし、桜井もそうだし、なんかこうねえお前こうした方がええでって言ったら、いやそれ違うんですよとかって言うね。3人ともそう言うんだよ。うん、いやっつって、うん、でもっつってねえ、だからもう別にねえ、あそうっすね、あそう、あ確かにそうですわって一回ね飲めはいいだよ。うん、先輩がこうわざわざこうねえそいつのために言っても言ってくれてんねんから、うん、一回飲んでやるかやらないかは別にその人の自由であってね。そうだから、その芸人、プライド高い芸人はこう そういう受け答えをしてると上に好かれないね。うんうん、俺もだって一回飲むようにしてるもん、先輩から何か言われたら。うん、電気グループさんからこれあれ、あれお前あれだぞって言ったら、あそうですねって一回言うもん。うん、七木さんとかね、うん、木村師匠とか、うん、そう絶対そうした方がいいと思うよ。その先輩やねんから、うん、先輩がねその後輩のことを思ってこうアドバイスじゃないけど、お前こうした方がええんちゃうかって言って聞くか聞かないかは別にその人の判断でいいとして、一回あそうですよねありがとうございますみたいなことを言ったら、言うか言わないかでえらい違うから、うん、その人の印象というかね。うん、でもやっぱプライドが高いから、いやお前そう言ってること違うよってすぐこう否定したいんですよね。うん、そういうやつ多いよ。うん、ね、こう見てる芸人の皆さんもね、うん、その一回こう自分を見つめ直したらどうですかいやとかって先輩に何か言われたら、いや違うんですよとかって言うやつ損しますからね。うん、そうそうそう、はい、まあそんな感じでね、まあ1月ちょ、まあまたなんだかんだで、まあちょっと1月初旬はちょっと時間があったんで、プレミア配信とか、新しい動画とかいろいろやりましたけどもね、またこうやれる時にはそういうのガンガンやってきますんで、はい、ぜひぜひ、よろしくお願いしますということですね。はい、というわけで、文句だろうなコーナーでございました。どうもあらしたは運動登録してね、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 正面登録やめて、正面登録やめて、正面登録はやめて